どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回はトキオが歌っている空船、こちらの曲をやってみようと思います。この曲は中島みゆきさんの作詞作曲でございますので、あの世界観が出ております。はい、いつものようにこのちっちゃいウクレレで2バージョンやりますからね。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガゼレレオリジナル簡単バージョン、後半はかっこいいバージョンやります。あのやっぱこうロックの疾走感をこう取り入れてグイグイいく感じでやってみようと思います。2バージョン、最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、いつも耳に残ってるあの曲をですね、CD 聴いたりカラオケ行って歌うのもいいんですけど、楽器と一緒に自分で弾き語りする。これぜひ皆さんにこの楽しさを分かっていただきたいな。だけど、そうは言ったって私は音楽は無理よとか、音楽もう無理無理、もうできるわけないという、あなたにこそこのウクレレという楽器はありましてですね。まあ、この楽器は簡単なんですよ、とにかく。で、ちっちゃいからいつでもね、こう触っていられる。弦も4本しかないでしょ。押さえるとこも、まあ他の楽器に比べてはるかに簡単。ですが、ただ簡単なだけじゃないです。ものすごく奥も深いんで、ずっと続けられるね、もう人生のパートナーになりますからね、もう本当にぜひ皆さん、ちょっとやってみてください。で、このね、今ご覧になってるガズレレ YouTube 見てるだけでどんどんできるんですけど、YouTube ったらもう、スマホでも見られるし、いつでもどこでもね、ちょっとした隙間時間にこれ小さいくれてパッとこうすぐできる。しかも無料。これはぜひやっていただきたいと思います。もうちょっとしたらここにリンクありますが、ここのリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の位置からウクレレ持って、こう順番に触りながら、1,2,3って見ていくだけでね、すぐできるようになりますから、これぜひ皆さん始めてくださいね。じゃあここにリンクありますよ。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリック、カシッ。行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽が、ウクレレですぐ簡単に弾けるようにしている動画がですね、もうすでに700曲以上上がってんですよ。最新 J-POP から定番 J-POP、昭和の夏メロから洋楽、ハワイアン、アニメソング、もう何でもかんでもです。はい。さっきのリンク先の下の方に行くと、検索できたり、ジャンルボックスから探せたりとか、いろいろね、探してみてください。皆さんのお気に入りの曲あると思いますよ。さあ、そろそろ行きましょうか。TOKIO、空船。まずは初心者さん向け簡単バージョン、やってみます。その船を漕いで行け、お前の手で漕いで行け、お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。ワン、デン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 、デン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 、何の試験の時間なんだ、何を裁く計りなんだ、何を狙って付き合うんだ、何が船を動かすんだ、何の試験の時間なんだ、何を裁く計りなんだ、何を狙って付き合うんだ、何が船を動かすんだ。その船を漕いで行け、お前の手で漕いで行け、お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。その船を漕いで行け、お前の手で漕いで行け、お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。せーの、じゃじゃん。
船、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。熱い曲ですね。はい。聞いてて言って分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンでガズレレ流シンプル簡単バージョンをお届けしましたということでございます。テロップと一緒にできるようになったら、今度は、自分だけでできるようにノートに書いたりとかして、自分だけでやってみましょう。その時の参考になるように、ここ、ノートちょっと私のを見ていただこうと思います。まずここサビですね。これサビは歌詞はずっと一緒なんで、サビはね。はい、その辺がいい感じかなと。で、感想が入りまして、ここら辺の A メロと B メロなんですけど、この3行だけ、ちょっとこの、スペースが違ってますからね、これ、ノートの書く位置がなくなりそうだなと思って、ちょっとこう小さくしてます。なんで、この長さがこの長さ、ちょっと、はい、ちょっと分かりなかったら、動画内のテロップとして名刺合わせてやっといてください。すいません。はい。で、この辺が A メロと B メロですね。一時停止で、持ってください。で、ここがブリッジパートなんですけど、ここがね、早口なんです。早口言葉のような、この、これが何の試験の時間なんだ。この畳みかける感じ。で、キーポイントはここにあって、2拍で F、G7 とかね。2拍っていうのがあります。あと、ここも言っとかなきゃ。サビの後に2拍空間が空くとかね。はい。こういうのがね、ブレイクっていうか、2拍とりあえず2拍分の隙間があると。ちょっとテロップでうまいこと表現して書いておきますけれども、その辺を、知っといてください。で、最後ここやったらサビ繰り返して終わったよという感じになりますね。あ、ここそうか。ここ行って、サビ行ってという風に流れてます。まあまあ、だから流れを言うと、こう始まって、ここまで来て、ここまで来たらサビへって書いてあるんで、またサビを戻ったら、今度ここの、早口のところに行って、最後サビ2回繰り返して終わったというのが、今のガズレレバージョンの解説でございます。じゃあ出てくるコード、行ってみましょう。C、Am、F、Dm、G7、E7、Em7。まあこれはもうね、いい感じでガズレレ必須コードっていう、まあガズレレの中では基本中の基本です。はい、このコードはドン、これですね。いつも出てくるやつなんですけど、必須って書いてあるから必ず覚えてくださいということで。コードって星の数ほどあるんですけど、皆さんウクレレで音楽を始めると思った時に、ウクレレにとってものすごい便利なコードがあります。それ8個私はあると思ってるんですけど、それをガズレレ必須コードというふうに命名しております。はい。以前その8個のコードを私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画をここにあります。ですので、この動画を見て今日のコードはマスターしてください。はい。ではですね、どんどん行きましょう。今日はね、いろいろありますよ。まずリズムから行きましょう。さっきのはシンプル簡単マジョ4つ弾きだったでしょ。今度は8ビートのチャ、このリズムを基本に行きたいと思います。こんなリズムですね。はい。このリズムの弾き方、ちょっと後でね、またちょっとご案内しますけれども、今日はね、ちょっとね、このマーク出てきます。シンコペーションマークです。これ矢印マークでリズムが前にスコンと入ってくる感じですね。その、感想のところで、ちょっとそれを勉強してみましょう。F と G7 と Am、これに書いてあります。こうですよ。でん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 。でんでんでん。Am がアップ。F と G7、Am がアップ。Am の前に矢印が書いてあるから、そこはアップで入るという。ちょっとリズムが前にスコンと入ってくる。ブリッジパートのところでこのシンコペーションマークまた出てきてるんですけど、ちょっとさらに、ディープに行こうと思います。ここ、矢印のところに、決めって書いてあるんですよね。はい。これ、カッティングを使おうというふうに思います。はい。ここ、ブリッジのところでカッティング。どんなことか、ちょっとゆっくりやってみますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ダウン。わかる？負けてる。ワン、ツー、スリー、フォー。何の試験の時間なんだ。何を裁く計りなんだ。何を狙って付き合うんだ。何が船を動かすんだ。わかった？ダツツツツツ、ダダツツツツツツ、ダダ。これ、ちょっと難しい。今、カチャカチャ言ってるのカッティングといって、左手はこう、押さえずに触れてるだけなんです。弦に触れてるだけ。もう一回いくよ。ダッカ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 ッ、ダダ。ここもシンコペーション、Dm がアップでした。もう一回。ダダ、次、ダダ、ダダ、これはなかなか難しい。で、もしこのカッティング難しかったら、普通に、ジャンジャジャンジャジャジャンジャジャンジャ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 ンジャ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 ン、こんな感じでいいと思います。もしカッティングできる方は、ここやってみると、こう、メリハリがまたついて、かっこいいかなと思われますと。あとはですね、突筆すべきは、突筆すべきとかっこいいな。イントロでこのフレーズを弾いてみようと思います。これね、書いたんですけど、ちょっと改めて、ちょっとこの辺に、あ、なんかテロップみたいなのが書いとくんで、どんなフレーズか、これ簡単ですよ。まずね、1弦の0フレット、開放弦ですね。その次、2弦の0フレット。
その次1弦の2フレット。その次2弦の0フレット。これの繰り返しです。わかった？ 1 弦の0、2弦の0、1弦の2、2弦の0。その船のと入っていきます。0020002 0。はい。この辺ちょっとやってみましょう。これちょっとやるとね、かっこいいんでね。はい。そんなこと踏まえながら、空船やってみようと思いますけど、こう人生をこう船に例える。壮大なロマンがね、こう、そんな感情を思って、やっぱ感情表現ですからね。そんなことを思いながら、イメージしながら歌いましょう。それでは、ガズレレ流かっこいいバージョンの空船、やってみる。その船を漕いでいけ、お前の手で漕いでいけ、お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。ワン、デン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 、デデデンデン、デンデン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 デン。その船は今どこにふらふらと浮かんでいるのか。その船は今どこでの時間なんだ、何を裁く計りなんだ、何を狙って付き合うんだ、何が船を動かすんだ。何の試験の時間なんだ、何を裁く計りなんだ、何をつけて付き合うんだ、何が船を動かすんだ。その船を漕いでいけ、お前の手で漕いでいけ、お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。その船を漕いでいけ、お前の手で漕いでいけ、お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。せーの、ジャジャン。空船、時男と中島みゆきさん。あー、名曲ですね。熱いです。こう、人生を船に例えて、これをこう、どうこうね、操縦して、ね、目的地までいざなうかみたいな、そういうなんかこう、ロマン感じながら歌ってください。やっぱりね、やっぱ音楽っていうのはそのメッセージが、やっぱり大事だと思います。あー、楽しいです。あの、カッティングとかちょっと難しいね。ツッ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 、ダーダーツ、ここちょっと難しい。難しい方は、普通に。シンコペーションでやる。まあ、さっきも言ったんですけど、ちょっとのこう、自分が一番気持ちよくて、あともうちょっとっていうところをこう、繋げていくのが、いいかなと思うので、皆さんもそれぞれの楽しみ方でやってみましょう。ありがとうございました。ウクレレ楽しいなという方、周りの方にどんどん教えてあげてください。チャンネル登録なども、ぜひよろしくお願いいたします。ガズレレをですね、いろんなことやってるんですよ。この後ちょっとお時間ある方、動画ひっつけときますんで、ご覧になってください。今日は見ていただいてありがとうございました。それではどこかでお会いしましょう。それではご案内動画、どうぞ。はい。ガズレレホームページをまずご覧になっていただくと、ガズレドットコム、いろんなことがわかります。ここにリンク貼っておきますんで、ご覧になってください。次は、奈良だと思ってたらですね、もう、奈良、ガズレレイン奈良、ありがとうございます。満員御礼ソールドアウトになっていただきまして、もう関西の方、本当にありがとうございます。来れなかった方、また次回要チェックしておいてください。続きましてね、8月とかこう、行きますよ。山梨の伊予。その次、山形とか、これ東北の方も結構攻めてきますんで。詳細はもうちょっとしたら、ホームページ随時公開しますから、ちょっと見といてください。よろしくお願いします。あと、本もいろいろ出してるんですけど、これが一番新しい本です。リットミュージックから出てる100曲入りの超簡単版ガズレレソングブック。今大ヒット中です。ぜひゲットしてください。あと、ブログなんかも書いてますんで、読んでください。はぁ、盛りだくさんでございます。楽しんで音楽やろう。今日は見てくれてありがとうございました。さよなら、バイバイ、またね、チャオ。